はい、勝ちましたね。1ヶ月で株で800万勝ちました。はい、おめでとうございます。すごい、本当に俺すごいと思うよ。1ヶ月で800万だよ。すごくないですか。まあね、ことのね、時系列を話すと、まあ動画上だと5月21日、まあちょうど1ヶ月ちょい前に、まあ住友ファーマっていう株に2000万ぶち込んで全財産。まあそれが上がって上がって、プラス800万。まあどういった時期に買ったかって言ったら、まあ前も話したんですけど、コロナ禍だと、まあ2500円ぐらいの株が、まあ今、住友ファーマっていう製薬会社が発売したラツーダだっけなっていう、その薬の特許は切れちゃって、で株価が300円まで下がっちゃって、でその300円でね、俺は2000万全プッシュしたんですよ。まあその結果、それが株価が今日ね400円とかになって、で利益800万っていうねまあおまけ漫画とかでも書いてあるんだけど、そのまあ国が潰せない、まあ住友ファーマって住友系列で、でそれで筆頭株主がさ、住友化学みたいなね、まあこういうおまけ漫画とかでもよく株のことは書いてるんですけど、でまあ住友化学っていうところがね、筆頭株主だったりとかして、まあ財閥系はとにかく潰れないんですよ。まあ潰れそうになったとしても、自社買い、まあ株を自社買いしたりとか、まあ合併したりとか、まあどう転んでも株価が上がるっていうか、まあ底値だったらね。んで住友ファーマっていうのは本当にもう2、30年でもう300円以下になったのって、本当に2、30年ぶりっていうか、とんでもないその大安値で、もうこれは買うっきゃないだろうって。で株ってなんだ、何がすごいかって言ったら、別段ね、他のギャンブルと違って、買って勝負が決まる時期は自分が決めていいんですよ。ね。例えば、なんつうの、わかんないけど、オグリキャップって知らないけど、そういう馬がいたとするじゃん。ね。オグリキャップがいつ勝つか、いつ勝つか書けますかっていうのが競馬じゃん。例えば次のレースで勝つか負けるかっていうのを決めるのが競馬じゃん。でも株のすごいところは、別な俺が住友ファーマを2000万買ったからって、いつ上がるかとか待っていいの。どんだけレースを待ってもいいんだよ。それが株のすごいところで。だから、住友ファーマで2000万300円台の頃にぶち込んだけど、じゃあね、いつ売るかっていうのは別段俺が選べるっていう。まあ、で、それで今400円になったから、俺のね、まあ、ちょっとした売り買いがあって、それで通常よりもちょっと上がってはいるけど、その、最終的に400円で売って、今プラス800万。それを1ヶ月間にこなしたっていうね。いや本当にね、住友ファーマが800万で、去年の終わりぐらいでベネワンが570万。まあこれも、ベネワン買ってから1ヶ月経ってないと思うんだよね。で、それで、で三菱重工とかもプラス260万っていうか、まあ俺株300万からスタートしてるから、で今2500万ぐらいになって、すごいよね。いや俺はもう、さすがに1ヶ月で800万稼いだら、すごいって言葉を使ってもね、俺うぬぼれではないと思うんだよね。例えばさ、わかんない道歩いてる人がさ、俺中卒だからさ、まあ学歴はともあるとさ、急にさ1ヶ月で800万稼ぎましたっていうのが、それが真実だとしたらさ、すごいねってならない、まあ、なると思うから、俺は今日は自分はすごいと思って会話を進めるけど、まあすごくないって思われたらば、まあすごくないのかもしれないけど、まあ今漫画をね、こうやって無料で公開してるんですよ。で、なんでかっつったら、そのね、まあ自分の漫画が面白くないとか売れなくてね、一度はまあちょっと、その出版社からなんとか連載みたいな感じになったんだけど、で、それがダメで打ち切りになって、で、こうやって書いてるんですけど、何が言いたいかっていうと、飲食店をやってて、で、高円寺でね、自分は、その漫画で飯が食えないから飲食店やってるんですよ。で、高円寺で飲食店をやるって、飲み屋をやるって、まあ、10年やったら、まあ、私は3年やったのか、3年やったら半分以上は潰れるっていうか、でそういうところで俺もう、7年か、8年ぐらい営業してるんですよ、飲食店を。ね、片で、本当に、申し訳ないけど、片手間でね、月に1回ぐらい店行って、でそこにいる店長さん、まあね、ちょっと一緒に働いてもらってる店長さんに、ね、調子どうみたいなことを言って、それで7年で、今ね、表示されたその、ね、スタッフ集めて
作ったゲームがね、初っ端出したゲームがプレステ4とかスイッチとかで、ね、そのパッケージの流通はコナミさんが手伝ってくれてさ、いやすごいよね、思えばさ、すごいと思うんだよ俺は自分自身を。で一番すごいのはやっぱ漫画が、漫画一番情熱を込めて今無料でね本当に公開して、1日さもう何時間、まあ、最近は手が早いからだけど、1日に3時間書いてさ、1ページ終えてさ、それを毎日やってさ、全然だからね、何一つツイッターとかで毎日更新してるけど、別のフォロワー数が増えるわけでもなくね、やっぱね、好きなもので稼ぐって難しいね。でも分かる、でも好きだから稼げないんだと思う。なんかね、これ数字が好きなんですよ。まあ、数字が好きだから飲食も株も、まあ、ゲームもできるっていうか、だけどね、漫画に対してはね、ちょっと数字じゃないんだよね。まあ、どういうことかって言ったら、まあ、一番楽なのはやっぱ美少女いっぱい描いてナロー系っていうか、異世界転生系とかに的を絞れば、まあ、何かしらのオファーは絶対のいい、ちょっとうぬぼれかもしんないけど、その、出ると思うんだよね。で、うちちょっとゲーム作ってて、で、他のスタッフがね、今、俺は VR のゲーム作ってるけど、他のメインのスタッフが、そういうローグライクっていう、今、Steam とかで主流なゲームを作ってて、そういうのも売れるっていうかさ、いいよいいよっていうか。で、まあ話を戻してさ、で、俺は異世界転生とか美少女とかワンワン出した漫画は、やっぱ書けないっていうか、そこはやっぱ数字に逆らっちゃうんだよね。やっぱ書きたいものを書きたいっていうか、その、自分自身をね、自分の評価として自己投影したいんだよね、漫画に。そのゲームとか株とか飲食とかは、まあこういったのがお金なんじゃないかなっていう理屈上でやってるけど、まあその理屈がこうやって勝ったりうまくいったりするってのは、まあ俺の理屈が通ったって話なのかな。で、漫画に関しては理屈とかじゃなくて、まあ自分自身が認められたいっていう、自分の思ってること全てが認められたいっていうのがちょっとあって、まあややこしいけどね、まあこう話してても分かるように、当分漫画で売れそうにないねっていう感じはしますがね、とりあえず今日800万利確して、でまあね、税金 20% だからそれ引かれて160のね、640とかか。まあでもでかいですね、1ヶ月で。まあ税金。だって普通にね、給料としてね、その会社で働いてるのでもっと税金引かれるからね、20%、株は 20% だから本当に素晴らしいっていうか。いやー、勝ったっていうか、うん、俺はね、損切りは絶対しないんですよ。まあ損切りしないけど難品はするっていうか、その落ちた分だけ倍掛けをしていくっていうので、まあ、800万っていう過程でどんどんちょっと課金していった結果、800万じゃない、課金していった結果、最終的に2000万っていう全財産をぶち込んでしまったんだけど、まあ落ちれば落ちるほどどんどん倍掛けをしていっていって、で、最終的にその上がるまで待つ。で、絶対売らない。で、なんで絶対売らないのって言ったら、俺の買うね、その、何度も言ってるけど、買う企業は国が潰せない会社っていうのをモットーにして買ってるから、いつくらでも待てるんですよ。まあ、潰れる会社、例えば今ね、角川さんとかちょっと危ないじゃないですか。でも、角川さんも結構潰せない会社、国が潰せない会社って何かって言ったら、まあ、例えば失業とか、失業は でかいと思う。俺は株を買うときは雇用人数めっちゃ見るから、やっぱ雇用人数が連結とかで、その何千人とかなってたら、あと海外とかで稼いしていたら、会社が潰れると雇用が失われるから、その雇用が失われると失業者が生まれるじゃないですか。だから、その失業者を出すぐらいだったらば、その、ごめんなさい。ね。みんなが働いてそこから税金で賄えるから、国っていうのは。だから、失業者が出るぐらいだったら国がサポートするっていうのがさ、まあ、表面的には国がサポートしてるようには見えないかもしれないけれども、いろんなね、ごめんなさい。いろんな手段を使ってね、その国が潰せない企業っていうのはにはね、ほんとごめんなさい。国がサポートしてるんですよ。例えばね、ライブドア事件とかさ、ああいうのだって、なんていうの、粉飾決済っていうのがあって、堀江さんが粉飾決済の T シャツを着てたけどさ、もう、
なんていうの、粉飾決済をしてる会社なんて山ほどあって、 ライブドアがその粉飾決算して堀江さんが捕まった額って本当に少額なんですよ。でも堀江さんは捕まった。でも粉飾決済をたくさんして、たくさんしてその捕まらない会社とかが潰れない会社もある、まあ、その差は何かっつったら、国が潰せる会社と国が潰せない会社に分かれるっていうか、だからライブドアっていうものはやっぱ 国が潰せる会社なんですよ。でライブドアっていうものが破産した時にさ、破産じゃないか、ライブドアっていうものが株価がそういう一気に粉飾決済が見つかって株価が一気に下がった時に、やっぱ株主とかがすごい怒ってたけど、俺から言わしてみたら、やっぱ国が潰せる会社っていうものに高値の状態で手をつけたっていうのが俺は良くないと思っていて、俺はね800万稼いだから言わしてもらうけど、国が潰せない会社を底値で買うね、そっからどうなろうが俺はね全く文句は言わない。結局ね、株価が下がって怒ってる人たちはね、高値で買ってまだ上がるっていう、誰がねそんなことを言ったのっていうか、その誰がそれを保証したの。はい、任天堂株価上がりました、これからも上がるから買いました、株価下がりました、誰のせいっつったってさ、それはね買った本人が悪いよ。あんまりそういう口の悪いことは言っちゃダメだけど、でも俺はまあね、ベネワン、三菱重工、住友ファーマー、まあ、あと IHI とかね、川崎重工とかバンバン当ててきたんですよ。まあ、サムネでさ、またドンって、まあ、大きな買い物をした、大きな株を買った時は俺サムネで出すと思うんで、結構俺本当に打率高いと思う。だって一回も負けてないんだよ。一回も負けてなくて、この短期間で1年ちょいで2500万ぐらい株でさ、得てるんだよ。すごいよね。結構当ててると思う。まあ、国が潰せない企業が底値の時に買うっていう条件があまりにも少なすぎて、20年来の、その国が潰せない企業が20年来の底値なんてなかなかないんですよ。それこそその、まあね、コロナになって製薬会社がとか、コロナになってその航空事業がとか、ね、原発事故があって、東京電力がとか、そういう大きな時にしか、まあそういう底値っていうのはないんですけど、そこでね、みんながやっぱ不安がってる。その、おかしな話なんですよ。その原発事故でね、その、東京電力が下がった時に皆さん潰れる潰れるって言ってね、マジで本当に、じゃあ東京電力を潰してごらんなさいよ、つって。ね？どうなるの？その原発事故の後処理とかさ、そういったそこでの失業者とかさ。で、東京電力が倒産して、その、翌日に東京電力と同等の規模の電力会社が生まれるなんてありえないし、その同等のその規模の電力会社がなんで原発事故の後処理を引き受けるのって考えたら、どう考えても合理的に考えて東京電力は潰れないんじゃなくて潰せないんですよ。うん、潰すことが国の損失だからね。そういった意味で俺は東京電力の時に株をしなかった自分を恥じたんですよね。あ、絶対やっぱそう、こういう結末だったか、つって。で、まあ、それからちょっと、まあ、ちょいちょいね、少額だけど、まあ、そういうね、時には買ってたね。まあ、そういったちょっと訓練があった結果の今なんだけど、俺はすごいと思う。なんかね、俺、自分がわからない、最近。俺は、本当に中卒で、学力が全くね、追いつかなくて、もう頭悪すぎてもう無理だっつって。で、それで絵を描き始めたりとかして、絵で飯を食おうとか思って。そしたら、ね、あながち絵ではそんなの飯が食えてなくて。でもその結果ね、やっぱ数字がうまいが、数字が得意な結果、なんかゲーム作ったりとか。まあ飲食もね、結構数字だと思うんだよね。まあもちろんその作る料理とかさ、そういったものがさ、勝負になるのはわかるんだけどさ、ある程度の平均値までは数字で勝てるような気がするんだよ。まあ、立地とかさ、家賃とかさ、人件費とか。まあ、そういったもので勝てるような気はしてて。まあ、でもまあ、頭悪かったけど、数字だけはできたような気はしたん。まあ、数学だけは得意だったのかなとは。まあ、美術も得意だったけど、でも美術よりか数学の方が得意だったのかな。まあ、今日ばっかはね、ちょっと、うぬぼれてしまう
でも1ヶ月で800万だよ。はい、こんな感じでね、おまけ漫画っていうので漫画の節目にこうやってる淡白なこういうカラーのおまけ漫画でね、よく株の話とかちょっとエッセイっぽいことを書いているので、よかったら見に来てください。次ね、ちょっとね、 LINE ヤフーだね。 LINE ヤフー、まあちょっと380円かな、高いんだけど、350が多分そこだからね、350いったらね、全額とは言わないけどね、ちょっと大金かけたいね。ちょっと住友ファーマと LINE ヤフーだね。この2つはまだ下がるかもしれないから、この2つはね注目して、いやー稼いだ。なんかうまいもん食いたいなとか思うけど、ダイエットしてるからね、こんにゃく食ってますね。はい、800